ノーアウト1点3塁で送りバント、これ言うほどおかしいかね。より確実に行きたいなら全然ありやろ。正直やべだから叩かれてる感あるわ。これが岡田あかりなら絶賛されてそう。併殺でも1点入るのになんでかようわからんかった。ゲッツーで1点はいるのに打たせないのはもったいない。まあ今回はセーフティスクイズの失敗ではあるけど、Y 強のソフトボールでそうなったけど、サードファールフライやったからもう阿部はたけないわ。それってやってることノーアウト1塁で送りバントと一緒やからな、やらない方がいいよ。セーフティにしてもずっとバントの構えしてて全くバレバレやん。ノーアウト1塁と同じとか全然ちゃいやろ。3塁にランナーおるんやから。近藤だろうが大谷だろうが Y ならバントさせるけどね。後ろが打って点が取れてれば非難されてないで、どうせうちに行って失敗したらバントでもよかったやろって声が上がるから、どっちでもええ。ドジャースも同じことやってたけど誰も文句言わないやろ。結局そういうことなんよ。あの時相手の内野陣ってゲッツーシフトだったし、うちに行って得点できない可能性って割と低いやろ。やるにしてもセーフティスクイズは一番ないわ。ご視聴ありがとうございました。